ザ・シズルドー。続いてのプレゼンターはスマホ大好き吉見アナ。もう精神正義感が薄れるから。そう、本当にお帰りなさい。待ってました。そうですね、まあ、とにかく自分の腰から下に大事なものを置かないっていうのは大事です。男の子大体何かしら壊したりとか投げたりとかするので、あとなんか意味不明な遊び増えると思うんですけど、全部乗っかってあげてください。足の裏を叩くって遊び。私のおすすめはホテルアンテルーム那覇オーダービュッフェランチです。これすごいですよ。そこは泊まり港が見渡せるホテル。沖縄の人ってオーシャンビューのレストランとか景色って見慣れてるというか、よく見てるから、港の景色って思うかもしれないんですけど、結構大型の船とかも行き来するので変化があって楽しい景色です。全6種類のパスタとリゾットの食べ放題ができるランチビュッフェなんです。オーダーは自分のスマートフォンから。全部出来たて熱々で来る、もうオーダーしたら出来たてを持ってきてくれるっていうのがこのビュッフェの特徴の一つですね。なんかいろんな味が少しずつ楽しめるから嬉しい。一皿の量は少なめだからいろいろな種類が味わえると女性に好評だ。吉見アナおすすめのメニューは。私のおすすめは11月のシェフのおすすめ、焼きナスと県産魚の冷製パスタです。このパスタが細めのパスタなんですけれども、ソースがめちゃくちゃ美味しいんですよ。玉ねぎとバジルとあと自家製のアンチョビ。シェフのおすすめパスタ、県産食材のこだわり。厨房のすべてを取り仕切るのは東京のホテルなどで経験を積んだ新里総料理長。はい、そうです。味順を三枚おろしにして約1年ぐらいかけて、作ったものになります。そうですね、ちょっと手間はかかるんですけど、やっぱ沖縄固有の味順を使った料理を開発したいなっていう思いがあって、この旨味の塊を最大限生かしていく。アサリスープを加え軽く煮詰めていく。使用する食材の中には近海で採れた白鯛が。なんと料理長自ら釣ってきたという。漁に出てね、釣ってくる。はい、そうです、趣味なんですけども。弱火で香ばしさをつけながらじっくり焼いていく。パスタはとにかく細い。冷製パスタに主に用いられるパスタで、日本でいうそうめんみたいなようなパスタでございます。先ほど焼いたナスですね。これに冷ましておいたアンチョビとアサリのソース、氷で締めたカッペリーニを絡めればシェフおすすめのパスタがこれだ。焼きナスと県産魚のカッペリーニ、これね、もう野菜のうまみと白身魚のうまみがね、細いパスタによく絡むんですよ。めちゃくちゃ美味しいですね。これ11月のパスタなので食べられるのは今月のみとなります。ぜひ皆さんから。あ、これは逃したくない。もう一つのおすすめはビーツとゴルゴンゾーラのリゾットです。リゾット赤と白、ね、あ、そうか。これはもう見た目インパクト大ですよ、うんうん、出てきた瞬間わーって声が漏れるくらい鮮やかな赤をしてます、うんうん、リゾット、食材のこだわり、うんはい、材料の主役は真っ赤なビーツ。ビーツの甘みがすごい増すので丸ごと低温のオーブンでじっくり焼き上げてます。リゾットはご飯ではなくお米から作っていく。はい、で鶏の出汁です。米の芯がなくなるまで炊いていく。これオーダーがあったら毎回小さいお鍋で作ってるそうなので、本当出来たて熱々で出てきます。
もうねホテルクオリティの美味しさが食べ放題食べられるのはアンテルームだけです。最後にゴルゴンゾーラチーズとバターを加え仕上げていく。ビーツの甘さが引き立つ真っ赤なリゾットがこれだ。真っ赤でしょ。鮮やかな赤ですよ。白のお皿に映えますね。そしてこれにチーズを上からたっぷりと振りかけて、ね、召し上がっていただくんですけど、めちゃくちゃ優しい味なんですよ。そう、見た目の赤に対してこのお出汁とか野菜の優しい甘みがするので、ギャップ二重丸でございます。ギャップは二重丸。ぜひ食べていただきたい。来たよ、はい、いい一皿。はい、最後のおすすめは自家製パンチェッタの白い甘鶏チャーナです。カタカナよ。めっちゃ練習しました。なんてテイク3。通常ベーコンやチーズをトマトで煮込んだソースが甘鶏チャーナ。今回トマトを入れずにそのローマ、グリーチャっていうあのパスタがあるんですけど、それを作っていきたいと思います。自家製のこだわり味の要パンチェッタも料理長の自家製。すごい、何でも作るね。まずはじっくり旨味を出す。玉ねぎは焼き付けるように炒め、ここに白ワイン、鶏だしをプラスして軽く煮詰める。パスタはよく水切りして一気にソースを吸わせていくのだ。ローマではポピュラーな白い甘鶏チャーナがこれだ。甘鶏チャーナが何かはもういいんですよ別に。豚の旨味をパスタが存分に吸ってるということをね、分かりやすい。もうね伝わってほしい。これめちゃくちゃねパンチの効いたお味になってますので、これ自家製のフォカッチャがね毎回出てくるんですよ。これも食べ放題です。パスタを食べた後はぜひフォカッチャでソースを作ってどうか。ちょっと待ってくださいね。これオーダースタイルなので一品一品出てくるじゃないですか。一度オーダーできるパスタとリゾット全部並べた様子をいいですか。すいません、ちょっとわがままを。わがままを。またごめんなさい。またインチキ。こういう戦い方もあるかなと思いまして。食べ放題です。全部あの好きなだけ、あのしかもテーブルでオーダーできますので。これがいいよね。気兼ねなく頼むことができます。ペンネもね、美味しいんです。あとこれ前菜もかなりこだわられてて、ラザニアもぜひ食べてほしい。どの一品もね、ホテルメイドの美味しいパスタです。ここでもかってどんどん出してくる。なんとワインの飲み放題になってます。皆さんのご来店お待ちしてます。ずるい。前菜にフリードリンク、フォカッチャ、デザートまでついた吉見アナおすすめホテルクオリティの食べ放題。